本日は過去の動画を振り返ってみたコーナー、走れ大井チャンネルバージョンでお送りいたします。はい、またまたやってきました。こちらですね、2017年の3月7日に公開されたムコーズ初活動の時の映像でございます。その日はね、試合をしたんですけども、試合の前のグラウンドを使えるまで待ってる間に大井くんと撮影をしました。で、先日出しましたスライダーとかキャッチボールとかしてる動画なんですけど、そこでツーシーム結構投げてたんですよね。で、ツーシームの動画を撮りたいということで大井くんに頼まれまして、ツーシーム講座ということで、ツーシームの投げ方を、僕なりの握りを教えるということでやりました。で、この映像はですね、ムコーズの試合が始まって、僕と大井くんで対決をしてるときですね。これ、だいぶ僕細いですね。ツーシームで大井くんを打ち取って、結構動きいいね、翔平ね。フィールディングよし。あ、ミスター T。で、こちらですね、MC 時代、MC という草野球チームに入っていたんですけども、一本打ちのような練習をしてました。その時の映像ですね。こちらはスマホで撮ったんで、ちょっと画質が悪いんですけども、埼玉の春日部の方でね、活動してます MC というチームですね。土曜日のチームなんで、もう辞めちゃったんですけども、いいチームでした。はい、というわけで今日は、ムコーズの勝利を挙げている戻りまして、最後締めですね。なんか笛持ってます僕。この時登録者が28人とかですかね。はい、最後の笛。はい、というわけで過去の動画を振り返ってみた第3弾となりましたが、どうでしょうか。懐かしいですね。本編はですね、動画の概要欄に貼っておきますのでチェックをお願いします。どうもありがとうございました。お願いします。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。I'm not afraid.